今夜あなたの大事なものをいただきに参ります。女怪盗ミストレス C。 眠りが浅かった。いいえ、最初から寝たふりをしていたのね。やるじゃない。この私を罠にはめて待ち受けるなんてね。さすがはマスターだわ。そういえばそうね。そう、肝心なところが伝わっていないのね。それは予想もしない、イノセント&ピュアだけど、それも楽しいバレンタインズナイト。それならそれで別にいいわ。怪盗は怪盗の仕事をするだけよ。何かを盗みに来たのではなくてという顔ね。いいのよ、これはそのために必要なもの。怪盗七つ道具の一つとでも思っておきなさい。このミストレス C が盗みのために使うものは、実際のところは七つじゃ足りないけれどね。金、微笑み、嫉妬、情熱、技術、秘密、執心、時間、恐怖、快楽、そして愛。欲しいと思ったものを得るために必要な全て、それらを惜しみなく使うのが怪盗よ。でもそれでは手に入らないと分かってしまったら、どうすべきなのかしらね。それができないのが私というものなのよ。永遠の若さと血のように、欲しいものは欲しいと思ってしまうの。ああ、一応言っておくけれど、伯爵夫人なのだから、もちろん私にも夫はいたわ。愛してもいたわ。でもそれはそれ、これはこれ、いい女は貪欲なものなのよ。あなたのものも他の誰かのものも、気づけば手を伸ばそうとしてしまうの。しかし、そうね、こうなると少し手を変えるしかなさそう。今日の回答の時間はここまでにするわ。ここからはただのカーミだ。仕事終わりのドライブに行くわよ。付き合いなさいな、マスター。夜だからいいのよ、そこでしか味わえないものがあるの。静かで冷たくて少し怖い、そんな鋼鉄の乙女の歌声を聞かせてあげるわ。怪盗の姿をしていなくても、今の私は魂が怪盗。油断したわね。チョコだけではダメでも焦ることはないわ。少しずつ少しずつ盗んであげる。そう、私は何でも使うのよ。このシンクの幻想も、綺麗な夜景もね。で、どうして周りの夜景を見ないで挙動不審にこちらを見ているの？心配しないで、事故なんて起こすものですか。せっかく誘ったのだから
ドライブをちゃんと味わってほしいわね。いきなり何を言うのかしら。ちょっとびっくりしちゃったじゃない。そのつもりだったわよ。まったくもう、いけない、これはいけないわ。ちゃんとしないと。盗むのは私であって、取り返しのつかないとんでもないもの、盗まれてしまうわけにはいかないというのにね。